ダーミッシー、はるか、ことね、まほ、私たちはチェコでーす。はい、というわけで本日は1週間好きなものしか食べれない生活。はい、というわけで人ってどんなに好きなものでも、ずーっと同じものしか食べれなかったら嫌いになるというふうに私耳にしました。なので本日は好きなもの本当に食べ続けたら嫌いになるのかっていうのを検証していきたいと思います。あとは1週間好きなもの食べれるってことですね。そうでございます。幸せじゃない。さて、このワクワクの気持ちは何日まで続くか、それぞれ好きなものをちょっと決めてもらいました。はるかさんは寿司。普段からね、寿司めっちゃ食ってるからね、なんかはるかは余裕な気はするけど、全部寿司しか食べれないって言ったら、あのはるかでも嫌いになってしまうかもしれません。本当だよね。はるかならないと。本当？まほさんの好きなものは？まほは焼肉でーす。最高。最高なんですけど、昼夜連続で食べるのはちょっとやったことがないので、さすがに大好きな食べ物だとしても怖いですね。普通にあの栄養がやっぱり心配になってしまうので、真帆さんには野菜ジュースをね定期的に飲んでほしいです。わかりました。口にするものがお肉ばっかりだと、性格も肉系になるんです。あ、そうなの？じゃあどうなんだ。めっちゃ怖くなる。怖い。もしかしたら最後の方、うめえうめえ。そうなんだ。骨付き食べてるかもしれない。こうやって火起こして、こうやって火力からかよ肉焼いて。私もまほちゃんと同じように一番焼肉が好きなんですけれども、でも焼肉と同じぐらいラーメンも好きなんですよ。確かに。ことでね、ラーメンも好きなイメージがあります。一番健康が気になる。いや、本当に野菜だ。心配だ。まあ、私も野菜ジュースをね、定期的に飲んで。では、本日から1週間、好きなもの生活、やっていきたいと思います。私たちの変化が、どんぐらいなるんでしょうか。楽しみですね。それでは、レッツ、せーゴー！はい、ということで、お昼ご飯にお寿司を買ってきました。ちょいお腹空いた。今日朝も寿司食ってます。そうだよ、朝。昨日の夜にお寿司めっちゃ見てるやつ買って食べきれなかったから、今日の朝もお寿司食べた。これに焼肉屋さん、うん、じゃーってやります。全然10位はない。だめだ、全然10位はないわ。なんか豚バラみたいなやつ、安いやつにしました。もしかしてお肉安いからやらないと思ってる。うん、違う。私はお腹が減ってないので、夜に食べます。そうですね。え、待って、卵ってあるの？それはダメです。だよね。じゃあまあ残すのはダメなので、醤油とわさびをつけたら寿司になるということにしよう。それさあれ、お寿司です、これは。うまでも、魔法がさ、焼肉食べてるからさ、お肉食べたくなりそう。はい、パーパラパーパーパラパー焼肉。いや、でもなんか、これしかないから、質素って言われました。いただきまーす。キング寝てるけど、肉しか勝たん。美味しそうだから、ね、キング。うん、あとちょっとお菓子とかチョコとかも食べちゃいけないわ。余裕な気もする。余裕な気もする。美味しいからね。1日目あるある。余裕な気がする。余裕な気がするんで。でも味変えようかな。塩粉とかさ。ねえ、ことさん来て。ほるかも早く爪やりたい。爪抜きとかってほるか。一番気に入ってるところはどこですか？これ。この3つ。この3つ。ほんとだ。確かにこうやってやったらすぐにピンと合う。うん、だからこうやってやってんだ、ビューティー系の人たち。じゃあそれでは私は、え、あと3巻だから、ドローします。これもちゃんと買いました。これで全部取れる。サーフィン行ってくる。あ、ここなら見えるくね。うん、あとはこいつを飲む。
はい、ということで2日目になりまーす。って言っても私1日目食べてないんですよ。今日はめちゃめちゃ編集に追われてまして、やっと今食べれる状態になってます。もうマジでお腹減りすぎて、もう今日1日中死にそうだった。じゃあ蒙古タンメン中本、イエーイ。めちゃめちゃやばい、超伸びてる。めっちゃ伸びちゃったんですけれども、それではいただきます。なんか野菜ジュースさ、前めっちゃ嫌いだったんだけど、わかんない、これが美味しいのかな、わかんないけど全然いける。辛い。ちなみにこれは装飾品です。今日は食べません、全部。お昼とかにね、カップラーメンは食べたいと思います。高校時代の頃は、めっちゃ近くに落ちたね。あー、感動が減らんか。感動が減らんや。はい、ということで荷物を取りに実家に帰ってきました。2日目の夜ご飯はお寿司です。もちろんお腹すいたから早く食べたい。いただきます。うん、まっ。みんなはお寿司にわさびつける派ですか？はるかはつける派です。寿司が一番楽な企画だと思う。焼肉とかラーメンってさ、変わらんやん。こうやってネタがさ、いろいろ変わるからさ、幸せは感じるけど。でも普通企画やりたいって言ってたしね。最後の最後らへんになってくるとさ、何食べようか迷うんだよね。いつも最後らへん残すのはエビとネギトロ。ということで最後の一口いただきます。はい、ということで2日目の夜ご飯食べ終わりました。気持ち的にはまだ全然いける。秋移動は 0% です。ということで明日もお寿司生活やっていきたいと思います。か2日目です。起きて、まあ顔とか洗って、まあいろいろしたらもう3時でしょ。で現在の時刻は4時半くらいかな。夜ご飯やないかい。はい、ということで今日はめちゃくちゃ量をめっちゃ多くした。じゃじゃーん。こちら14枚のお肉を今日は食べていきたいと思います。いや、こんだけ食べれば十分です。じゃあいただきます。うまっ。やっぱ肉好きだわ。まあ、まだ2日目ですけど全然なんか嫌になる予感がしない。この肉どうも。ちょっとお腹いっぱいになってきた。いや、14枚はさすがにお腹すくわ。ラスト、バイバイ。愛しのお肉、ごちそうさまでした。はい、ということで3日目のお昼でございます。夜カップラーメン2杯食べちゃって、体はあかんかん言うてんだけどさ、欲しくなっちゃうんだよこの味が。見てわかるかな、結構顔むくんでるんだよね。結構体全体むくんでて、でももう仕方ないよね、お腹減っちゃったんだもん。ということで3日目のお昼は汁なしラーメンっていうやつになってまして、蒙古タンメン中本さんの冷凍食品のラーメンになっております。うん、なんかちょっと台湾混ぜそば風な味ですね。どこからでも開けられてた、絶対そうだよ。
わ、辛そう。うん、うん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 、このね、辛さペーストみたいなやつ、旨味がね、ある。やばいよ、これ以上むくむとかさ、なんか常に寝起きみたいな、夜になっても寝起きみたいな。はい、ということで3日目のお昼はお寿司です。ここはなんか結構高級な感じのお寿司です。いただきます。うまっ。キュウリがこんな入ってることなくね、普通にめっちゃ入ってね。シャリがさ、ぎっしりしてんの。サーモン、みんな大丈夫かな。答えなんか美味しく食べてるかな。はい、ということで3日目の夜になってしまいました。ごめんなさい、本当に。またまた今日も編集があって追われていたのでね、もうなんかご飯とか食べる余裕は全くなくて、野菜生活のあの紫のやつの味のやつをもうニュー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 飲んで生きてました。本当に本当にお肉以外食べてないので、本当に食べてないよ、マジで。ということで本日はめちゃくちゃ豪華です。ママが作ってくれました、ありがとうママちゃん。そして私のご飯です。和牛ハラミミノになります。いただきます。しみるわ。じゃあミノ。うん、うまっ。マジでうまい。マジでお肉うまい。多分はるかの寿司生活並みに、まあ、余裕なんだよ多分。確かにご飯欲しくなるけど全然我慢できる。ハラミ最後の1枚なんだけど、ハラミしか食べてないわ。やだやだやだ、最後の1枚だ、やだやだやだ。うん、待って、もう食べれない、もう食べれない、もう食べれない。それではごちそうさまでした。また明日ね。はい、ということで3日目の夜ご飯になります。ラーメンをウーバーしました。湯気素敵。そろそろちょっとさっぱりしたもの食べたいなと思って、鶏にしろって書いてお湯って、あれなんていうの、怖い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 。ラーメン生活3日目にしてやっとなんかちゃんとしたラーメンと言いますか、食べた気がする。いただきます。うん、うん、めっちゃ美味しい。これなら1週間全然いけるわ。あ、こういう感じだよラーメンって。うん、三つ葉が入ってるのがさっぱりしててめっちゃ美味しい。濃厚な味なのにさっぱりしてて、なんかちょっとねレモン風味も感じるんだよね、隠し味みたいな。しかもあのポッカレモンとかじゃない、本当にちゃんとレモン絞ってる。これハマりそう、鶏パク湯ラーメン。卵、うん、ラーメン完食しました。はい、ということで3日目の夜ご飯です。いただきます。うまっ。寿司が飽きるっていう言葉はあるかな、頭の中にないかも。やっぱりお腹減ってる時に食べる好きなものは好きだと思うんだよね。危ない、イカが詰まりそうになった。なんかさ、寿司ってダイエットにいいって言うじゃん。でも寿司の飯が食欲をもっと増えさせるから太るっていう人もいるんだよ。どっちなんだろう。超楽勝だわ、寿司永久説。でもちょっと
菓子が食べたいなっていう感じではありますね。6回目なんですけど、めっちゃ顔むくんでる。お世話になっている0263です。こちら原宿にあります。みんな来てみてね。ママが言ってくれたお肉お弁当。ごちそうさまでした。今日はダンスの練習があったんで、群馬から東京に行くのに、まあ、結構時間かかるから、朝起きてすぐ電車乗ったからお昼ご飯は食べてなくて、5時半ぐらいなんだけど、もう本当にお腹がペコペコということで、お寿司を2つ買いました。なんか高級なやつといつものやつ。多分これ全部食べられないかもしれないから、そしたら撮影の前明日に食べます。明日お持ち帰りでオーベにしよう。体がちょっと塩分取りすぎっていう感じの体の反応出てる気がする。でもそんぐらいかな。気持ち的には全然楽だし、飽きもしない。なこっちは完食したから、こっちのもう一個の方は明日の昼に食べたいと思います。油そばでございます。お寿司屋さんにラーメン